この試合の審判、ファーストレフェリー主審は江下武さん、セカンドレフェリー副審は森口豊さんです。白のユニフォーム大分三好バイスアドラーのサーブで試合がスタートします。まずはマーク・エスペホのサーブです。左側のコートが大分三好、右側のコート青のユニフォームが東レアローズです。サーブ東レは伏見です。ブロック、もう一回、今度は東レ、ファーストポイントは東レが取って、そのままブレイクに成功しています。落ち合いです。まあ、やはり東レ、まあ、藤井君となるとですね、まあ、あの綺麗な形だとクイックっていうことをね、まあ、大分も、意識してますね。はい、伏見のサーブはネットにかかりました。サーブ大分林です。アウントゥーが取りました。そのまま入る。大分三好は本当にあの東レの、クイックをかなり意識した動きをしてますね。はい、落合のサーブです。オーバーで取ってブロックアウトです。勝正也です。さて夜間熊のサーブです。序盤から藤井はまず落合に球を集めています。そうですね、もうあの早め早めにちょっと打数を打たせて、まあ、おそらく落合君もあの非常に硬かったと思うんですが、はい、まあ、いいスタートをあの藤井君が、ね、切らせてあげているなという印象ですね。アウントゥーのサーブ超えました。チャンスボール通れ、ブロック、押し合い、勝ったのは星野。3点リードの東レアローズです。もう一つアウントゥーのサーブ、夜間グマ、アンテナですね。はい、ですね、はい、ここで大分三好バイスアドラーがまずタイムアウトを使います。まあ、少し大分三好の方が硬さがあってですね、はい、あと、まあ、トランジションの時に、まあ、ミドルの、高山君が少しスタートが遅れていて、まあ、対1枚の攻撃が多いですね。うん、小川監督はチームの弱かった守りの部分の改善、それから攻撃面も強化したい、その獲得した理由として、まあ、マーク・エスペホの獲得した理由としてそういったところも挙げています。そのマーク・エスペホが取って落とさない、落とさない、渡辺俊介が取りました。マーク・エスペホバックアタック、今の使い方非常に良かったと思いますね。はい、
サーブは勝正也です。おいいサーブ、縦ブロック、クイックに反応して今度は2枚アンダーでちょっと上げて星野、タッチネットがありました。大分三好、今の大分三好のブロックの反応はどうでしたか。だいぶあのスタートあのセットが放出されてからの反応はあの先ほどよりはあの早くはなっているかなっていう印象ですね。はい、飛松のサーブです。前に落とす、まあ、こういったところで、まあ、あの深いところで、ねサーブレシーブを構えていたので非常にあの戦略的なサーブでしたね、はい、飛松君の。まだまだ健在です富松。今シーズンの V1 リーグ男子の大会方式です。レギュラーラウンドは2月末まで続きます。ファイナル6は3月9日から、ファイナル3は3月30日、3月の末で、ファイナルは4月に予定されています。昨シーズンよりもちょっと長いシーズンとなります。チームも増えましたし、8チームから10チームで今シーズンの男子の一部は争われます。当然タフな試合になっていくわけですね。そうですね、まあ、シーズンの途中にあの、まあ、怪我人もあの各チーム出る可能性もありますし、はい、まあ、これから、ねまあ、新しい戦力も、まあ、年明けには入ってくると思いますしね、あの最後まで目が離せないリーグになるんじゃないかなと思います。はい、もう一つ飛松のサーブです、まあ、ネットインで前に落ちればというところもありましたけれども、ここはネット越えませんでした。そうですね、先ほどあの前に打ったサーブが有効でしたのでね、もう一度というところだったと思います、はい、うん、サーブ高山です。縦、縦はもう代表戦でもおなじみ藤井の縦から。そうですね、もうこれはもうあの藤井君のね、藤井君らしさというあの使い方ですよね、うん、これで藤井が後ろのローテーションです。東レアローズ今もほとんど同じスロットって言っていいんですかね、藤井から伏見。そうですね、はめて抜ける、3枚来てましたけれども、ためてためてマークエスペホが決めました。そうですね、ここまで見てると、はい、まあ、いいスタート切れてるのかなっていうところですね、はい、身長は191センチというマークエスペホです。渡辺が取ります。1枚、ここはしっかりと抜いていきました星野。そうですね、まあ、対1枚になったら、まあ、星野君はね、ああいった形でしっかりと決めれる選手ですのでね、できるだけやっぱり枚数はね、ついていけないとちょっと厳しいかなと思います、はい、まあ、伏見のところに1枚ブロックを引きつけることに成功していた東レです。クイック、うん、ちょっと力がない。伏見アンダー、落合が決めています。今の打ち方もね、非常に奥というか指先を狙ったね、非常にあのうまいスパイクでしたね。はい、渡辺俊介ジャンプトス、もう一回落とす、落ち合い、まあ、今の、ね、形で、まあ、非常に、ね、リベロがジャンプセットをしっかりと安定させる、まあ、素晴らしいプレーですね、はい、夜間グマの方からスッと力抜いて決めていきました落ち合い。そろそろ切っておきたい大分三好、バックアタック、この形が先ほどからまあ非常に有効ですので、まあ、こういった形を終盤まで維持するために大分は少しクイックを増やしてほしいかなと思いますね。先ほどこのマークエスペホが自分で取って最後フィニッシュまで持っていきました。ネットインアウントゥーです。この人も負けていられません。まあ、こうやってアジアのまあ、主に、まあ、女子も ASEAN 枠で、男子は中韓台湾、この3カ国もありますけれども、
こうやってアジアの中で V リーグって何っていうところで知られるっていうのがまず大事かもしれませんね。そうですね。シャットにはならない。返してチャンスボール通れ。藤井どこだ、当てていく、バックアタック、呼ばれていました。ただアウトになっています。そうですね、今のは林君が少し遅れながらも、まあ最後ねしっかりとソフトブロックに切り替えて、まあ、ワンタッチを取ってのトランジションですから、はい、まあ、非常に粘りがちだった、ラリーでしたね。大分はサーブで石橋を使います。林と代わっての投入でしたが、ここで戻ります。これで落合が後ろのローテーションです。東レアローズ、これはサーブだと大分三好のどこを狙っていくべきなんですか。まあ、堀松君の先ほどの、まあ、サービスエースが、まあ、印象的だったと思うんですけども、はい、まあ、ジャンプフローターフローターに関しては前衛のサイドですね、うん、を狙っていきますし、まあ、ジャンプサーブですと、まあ、一番自分が打ちやすいところに打ってるのかなという印象ですね、はいはい、どういった指示が出てるかまだちょっと、はい、分からないんですけども、うん、ここは星野しっかり取るクイック。そうですね、ここで、ずっとね、大分三好もミドルをずっと意識してて、まあ、意識が、ね、薄れるところでも藤井君しっかりと、ね、使ってきて、まあ、今少し、ね、もう大分としてはもう、反応しきれなかった、まあ、素晴らしい使い方ですね。レッドイン、ノーブロック、拾う、よく拾った。星野ちょっと乱れましたが、夜間グマ2段でマークエスペフォア打つ、越えませんでした。16対8、東レリードで第1セット2回目のテクニカルタイムアウトです。まあ、ノーブロックでのマークエスペホのバックアタックでしたが、しっかりと上げました。そうですね、今のシーンですと星野くんも、まあ、ミドルにくっついてということで、まあ、ディディケートで、まあ1枚サイドレフト側にリリースさせてるっていう形で少しね仕掛けてきてるのかなっていう戦略的なブロックが見えましたね。はい、アントニン・ルジェはリラックスモード、高橋とリハックはおそらくスコアだと思いますが、そのあたりに記入をしていたようです。岡谷ですかね、岡谷工業ですかね。ですね、はい、岡谷工業の生徒ですね、でしょうね、はい、今日の舞台は長野県の松本市総合体育館です。岡谷も春高何回も出てますし、まあ、名門と言っていいですよね。そうですね、全国優勝何度も経験している名門高校ですね、うん、まあ、ここのところはちょっと関東勢が決勝にどちらも残ったりとか。そうですね、まあ、鎮西が去年は優勝しましたけれども、はい、去年というか昨年度です、はい、渡辺俊介取ってレフトへ送る、星野、まあ、今のもしっかり2枚走ってきたところ、星野君助走しながら見てましたね、しっかりともう冷静に外に出してます、はい、ちょっと苦しい立ち上がりになったのは大分三好。アウントゥーのサーブが続いています。今の軌道で行ったとするとリベロの辻口が上げられてたんじゃないかと思います。そうですね、ただ少し巻きすぎたというところですね、うん、今のは伊藤さんの、ね、今大分はバックアタッカーで今前上がりましたけど、マークエスポークは後ろだったじゃないですか、はい、そこを狙うっていうのはありなんですか。そうですね、まあ、そこで進路、まあ、進路上にですね、まあ、サーブ集めることによって、まあ、スタート切れないっていう戦略的なサーブももちろんありますし、はい、もちろんそういったところでチャンスがあれば仕掛けてくるんじゃないかなとは思いますね、うん、
あとは先ほど伊藤さんがおっしゃっていたバックアタックを使う、まあ、決まってるからミドルのクイックを使おうっていうのでミドルに上げさせる、前のミドルに上げさせる、そうですね、はい、少し偏りがあるので、はい、これはまあ比較的ブロックを構築させやすいですね、選択肢がそこまでないんですね、はい、今アウントゥーが残して渡辺俊介がよく返して藤井が返しました。長いラリーになりました。フェイク超えてます。もう一回置いた三好アウト。このラリー取ったのは東レ、まあ、今みたいな長いラリーを、まあ、ミスで終わって、まあ、しかも消極的なミスで終わって、まあ、東レの得点になってますんでね、うん、まあ、非常に流れがね、東レに行きやすいようなプレーになってしまいましたね、はい、大分三好2回目のテク、2回目のタイムアウトです。ちょっとゆっくりなったらパスゆっくり、パスゆっくり、ちょっとあれ今宮田好きっちり出してこうね、最後フィニッシュまでフィニッシュ、ああいう展開はやっぱ好きなんだよ、こういう苦しい状況だからこそ大分三好は、まあ、これまでうまくやれていたことにまた立ち返るっていうのも大事ですか。そうですね、まあ、本来しなければいけないことも見失いがちな、まあ、劣勢になると、ね、どうしてもやはり追い詰められると視野が狭くなりますし、考え方も、ね、凝り固まってくるので、ね、はい、まあ、そこを払拭してほしいですね、まあ、しっかりとフィニッシュに行こうという小川監督の声もありました。ブロック上がってます。もう一回盗塁平行上げた、よく上げたと、その後がつながりませんでした。まあ、今のも、ね、決まった伏見君のスパイクポイントなんですけれども、はい、伏見君もう少し高いところで取れると思うんですよ。ですから藤井君が、ね、もう少し、まあ、高さのある、まあ、トスを上げてほしいですね、うん、ネットイン上げて押し合い、ポイントは大分三好、東レサイドはラストタッチは向こうじゃないですかとアピールしています。そうですね、藤井君の、まあ、見解としては、当てて出したのは自分だというアピールだったんですけどね、うん、最後に触ったのは向こうだということをアピールしたんですけどね、はい、ポイントは大分三好、サーブで浜本が入っています。以前は近畿クラブでプレーをしていた浜本豊です。ネットイン縦、大分三好は、まあ、先ほどからはリリーフサーバーを、まあ、多く投入して、まあ、流れをね、まあ、サーブを起点に変えようっていう、まあ、戦略なんでしょうね。東レがこれで20点目です。藤井のサーブ前を狙ってきます。ワンハンド広、よく取った辻口、落ち合い、今のもね、ちょっとステップ、まあ、助走がですねちょっと合わなくなりそうだったので、はい、一度ですね、まあ修正入れてちょっと待ってから、はい、修正をしたスパイクですね、ここでクイック使いました大分三好、まあ、今のもね、まあ林くんが決めてますけどね、はい、まあ、東レもね、ブロックしっかりリードブロックで我慢できてますしね、まあ、非常にいい、まあ応酬が見れましたね、はい、藤岡のサーブです。ちょっと藤井動かされたが落ち合い入ってない、深いところを狙いましたけれども、ここはアウトになりました。そうですね、しっかりと目的意識も持った、まあまあ、失点ですからね、まあ、気にすることはないと思います、はい、ネットを越えませんでした。
星野に代わって鈴木裕司投入です。本当にね、あの鈴木君はですね、まあ、あのいいサーブ持ってますからね、効果率昨シーズンは6位という数字を残しています。先発で出てきてもおかしくないような力は持っている選手です。そうですね、もう力十分持ってますね。うん、大きくなりました。そのまま、うん、残しませんか。そのまま残すという選択肢もあったんじゃないかと思いますが、もちろんありますね、はい、ここは星野が戻ります。マークエスペホ、うん、ちょっとお互いサーブがうまくいきません。そうですね、大分三好としてはもうサーブで攻めるっていうことがもうあの必要不可欠ですからね、まあ、攻めていく姿勢は、はい、あの大事ですね、うん、伏見のサーブです。超えた、崩してチャンスボール通れ、どこからアウト。まあ、こういった形で、まあ、対1枚になるとやはり東レはもうがぜんポイントを取るチャンスですからね、はい、どうしてもやはり今まで、ね、クイックが多いということで、ね、張り付きやすいんですけどね、我慢してほしいですね、うん、三好はセットポイント東レ、ここは結構決まりますね。そうですね、要所要所でこういったまあ形で決めてるので、はい、まあ悪くはないんですよね。で今のも豊松君、ね、しっかりミドルに張り付いてはいたんですけど、で、まあ、戻って、まあ真ん中のバックアタックにっていうことなんですけど、はい、1枚になってるんですよね、うん、でそのもう少しヘルプ、まあ、サイドのブロッカーが、ね、頑張ってついていけたらとは思うんですよね。これは最後アウントゥーが押し込んでいきました。第1セットは25対15、まずトーレアローズが取っています。からおそらくは北上してきたんじゃないかと思いますけれども、東レの応援席も、まあ、青である程度彩られています。第1セットの両チームどんな印象でしたか、伊藤さん。まあ、立ち上がり両方とも、まあ硬さはあったと思うんですよ、はい、ただやはり大分三好としては、まあ、今まで、ね、リーグ開幕まで準備してきたことが発揮できなかったっていうことで、まあ、表情もね硬かったので、うん、まあ、1セット、取られた形なんですが、はい、そこからどう、修正していくのかってところですね。まあ、この試合東レは、まあ、昨シーズンまでのメンバーとはちょっと入れ替えつつ、オポジット今日落合が起用されています。そうですね、その起用に見事に応えてますね、落合君。6シーズンぶりにトップリーグに、まあ、一部に帰ってきた大分三好、まあ、第1セットを落とすという展開です。富松のサーブ、この辺りはしたたかに狙ってきました。このエスペホのところはかなり決まってはいますけれども、あとは何が必要ですか。そうですね、やはり、まあ、今決まってる形をそのままいでもですね、まあ、これブロックが非常に今優れてますので、はい、やはりもう少しミドルの出す、まあ、それから決定力というものを、まあ、東レに対して見せていかないとですね、うん、まあ、後半必ずブロックポイントを、まあ、献上してしまうことになると思いますね、はい、アントニン・ルジェは欠場、それからミドルブロッカー高橋李博は欠場、そういう状況の東レアローズです。こちらはアウントゥーです。この人は、まあ、打数は4本で4分の4、ここまでは 100% です。左はお子さんですかね、ルジェのご家族かと思いますけれど、第2セットが始まります。
青のユニフォームが東レアローズ、白のユニフォーム大分三好バイセアドラーです。夜間グマはまだ1得点7本打ってはいますけれども、まあ、ブロックに引っかかるところも非常に見られてますので、まだそうですね、まあ、本人も歯がゆい思いしてるんじゃないでしょうかね。その代わりエスペホは、まあ、10本中4本決めています。ブロックでの得点がまだ大分三好も東レもありません。そうですね、まあ、東レに関してはまあ非常にいいブロックがあったんですけどもね、はい、大分三好が非常にブロックフォロー優れてたというところでポイントにつながらなかったところです。第2セットスタートです。アウトになりました。星野のサーブです。非常にね、今の、落ちましたね、非常に変化したサーブですね。立ち上がりいきなりのサーブポイント、いやすごい、まあ、ただ気になるのは、はい、まあ、誰も反応してなかったっていうところで、まあ、エリアのこう分担ができてないですね、サーブレシーブの、はい、拾う落ち合い、今の大分三好のサーブレシーブの体勢、夜間グマをあえて外すのであれば、そうですね、3人でしっかりあそこに対して誰も反応できてないで、今リスタート切った時に、まあ、そこを誰がカバーするのかっていうことがね、うん、確認できてればいいんですけどね、はい、もう一つ星野ネットを越えませんでした。まあ、今のも少しね、狙いところ変えてね、まあ、戦略的に揺さぶりをかけてますね。はい、エスペホのサーブです。狙いは悪くないんですよね、今でもしっかりと、まあ、ボールヒットしてますし、はい、悪くはないんですけどね、少し表情が硬いですね、今度は伏見のサーブです。大分三好の守りはどうでしょう。今度は上がりました。クイック、そうですね、この形をですね、前半から見せていけると東レに対して、食らいついていけるんですけどね、はい、第1セットはちょっと足りなかったですか。そうですね、もうどうしても単調な、まあ、形になってたんじゃないかなと思います。ちょっとかぶりましたが上がってアウントゥネットに当たります。レフト、うわちょっと苦しくなりました。今のはもう完全に低い短いというところで、はい、まあ、1枚でも十分囲える、まあ、垂れた、まあ、あのトスなんですね。でセットがあれだと少し逃げれない、まあね、スパイカーとしては逃げる場所がない、まあ、セットになってますね、はい、もう少しトスは高くてふんわりとしても良かったですか。打点の高さを確保してあげることがまずセットのもう一番の重要なポイントですから、はい、そういった意味では、まあ、ミスと言っていいでしょうね、うん、まあ、今の夜間グマへのトスは高くなって、まあ、この夜間グマはブロックアウトにしました。そういう、まあ、空中の中で、まあ、ブロッカーの動きとかおそらくアタッカーは目で見てるんでしょうけれども、そうですね、そういう選別がもちろん見てますね、はい。アウトコースに入っています。エスペホ入る、抜けました。でも決まりましたけども、はい、今のも2枚、まあ、きっちりくっついて富安君のね、まあ、手の間に、まあ、たまたまっていう形ですね、はい、ちょっと、疲れ始めているってところを感じ取れたらまた変わってくるかなと思いますけどね。今度は前、富松が入ってきた。ブロック、もう一回アウト3枚。ここでポイントが初めて出ましたね。先
先ほどは落合が止めて、で今度は大分三好もブロックポイントです。大分としてはここで追いついたんでね、まあ、勢い乗っていきたいでしょうね、はい、キャプテン高山のブロックでした。越えてもう1回通る落ち合いアウト。今のね、正直ブロックがもう完全にゲスブロックしてノーマークだったんですけどね、落ち合い君少しちょっと力みましたね、はい、上げています。落合が上げました。レフトに送るブロック、もう1回アウント3枚の上から返せるか、あどうでしょう、返せませんでした。粘りを見せましたがポイントは通れ。トスの話がありましたけれども、今の一連の中での藤井のトス通れの方はどうだったんですか。少し短くなってきているのかなっていうところもありますし、はい、気持ちよく打ってる時はしっかり高い打点で打たせているんですよね、うん、ですからちょっといいトスとそんなに良くないトスがちょっと混ざってるような気はしますね、はい、ちょっと乱れて夜間グマをストレートいました渡辺俊介。ここは星の返すだけ、もう一回大分三好夜間グマが来た。非常に気持ちよく打ててますから、まあ、ああいった形でも高いところからしっかりと叩き込ませることが重要ですね、はい、少し前すぎかなとありますけどね、うん、うん、アウトです。上げています。つないでここは返すだけ、チャンスボール大分三好夜間グマ。表情見てても、やっとエンジンがかかったなっていうような感じですね、はい、ちょっと1セット目ちょっと元気なかったんですけども、うん、今はもう顔の表情見てても、まあ、気持ち乗ってますね、はい、さあいよいよ最初の8点目はなんと今度は大分三好バイスアドラーに入っていました。大分三好バイスアドラーが1つリードして第2セット最初のテクニカルタイムアウトです。2013年に、まあ、入れ替え戦に敗れて下に降格してしまった大分三好、まあ、V1 が発足するにあたって一部に戻ってきました。伊藤さん、今小川監督からセカンドという話が出ましたけれども、これはどういったことについてですか。セカンドっていうのは、まあ、要するに打たせるところの話だと思うんですけどもね、はい、ちょっと聞き取りづらかったんですけど、うん、はい、まあ、ファーストタッチで、まあ、セカンドっていうのは多分つなぎであったりトスだったってことだと思いますけど、ね、はい、それか、ファーストテンポセカンドテンポとかそちらもありますか ね、 で、 すかね、ではないと思うんですけどね。高山は今シーズンキャプテンに就任しています。これで藤井が後ろのローテーションです。トーレアローズ、うん、乱れた、送って、うん、ただ返すだけ。エスペホーチャンスボール通る。藤井はワンハンド伏見上げた、よくつなぎました。これも取りました。藤井折り返して落合バックアタック超えた。もう一回大分三好、今度はエスペホー夜間グマ、そうですね、つまさや、そして最後決めましたエスペホー。
まあ、あの夜間馬選手がやはりあの、まあ、存在感を出してきているので、どうしてもやはり、ね、そこに行きたいっていう、まあ、トールの、まあ、心情でしょうね。はい、押しのブロック、今度はブロックです。マークエスペホ1枚ですね、ですね。あ、ちょっと超えてなかったですかね、短いところで。そうですね、はい、超えてはないんですけど、少し短いような気はするんですよね。今度はどうですか今ので。あ、でもあのトスなんでしょう、少し短めのトスなんですかね。まあ多分あの先ほどネットかけた、まあ、軌道の、まあ、同じコース打ってますので、はい、まあ、少し中側の、まあ、切り込んだトスなのかもしれませんね。引っ張ってないというか、はい、超えました。また星野から、星野のサーブで崩して押し込みました。東レアローズ伏見が待ち構えていました。やはり優勝したシーズン、あの東レが優勝したシーズンっていうのはやっぱサーブを強化したっていうことでね、結果に表れているので、まあ、今シーズンも東レはあのやっぱりサーブというのが一つ重要な、まあ、攻撃の要素だと思います。はい、夜間熊はもう打ってはいますが、コースにしっかりトールも入ってきています。それならばでエスペホで決めます。このエスペホは決まってますけれども、伊藤さん、本来であればもうちょっとオポジットの夜間熊に上げてもいいんじゃないかと思います。ですね、はい、東レの藤井は第1セットかなり落合に、まあ、決まっても決まらなくてもかなり打数を集めていたように見えましたが、まあ、あの正直多分落合君に、まあ、経験を積ませたいっていう思い、うん、まあ、それからね、まあ、信頼してるぞということで、はい、まあ、本数を多めにしてたと思いますが、趣味強烈クイック、うん、長くなりました。使いどころ悪くないんですけれどもね、まあ、林くんが今押し込んでしまいましたね。はい、もう一つ伏見のサーブ、もう一回、ここは強気にもう一回いきました藤岡。まあ、今のこの点数ですからね、強気にいっても全然大丈夫な場面ですのでね、はい、まあ、ここで今1本切った、ね、あの決めたことで、まあ、かなり楽になったと思いますよ。はい、コースには入りましたが、ポイントは東レです。ブロックは今2人来ましたが間に合わなかったんですか、間ですかね、今の間ですか、はい、ちょっと抜け方としてはあのディグはしづらい抜け方だったんですよね、はい、中へ入ってキャッチ、そうですね、はいはい、これまでホールディングと呼んでましたが、今シーズンはキャッチというふうに呼ぶようになっています。今三好が少し中に切り込むって今までいない形でちょっと展開してきましたね。サーブ夜間グマネットイン、アウントゥー触ったエスペホ、アンダーでつなぐ夜間グマ来た、今の素晴らしいですね、すごく難しいところの角度から上がったんですけれども、しっかりと打ちましたね、はい、これ素晴らしいですね、ストレートに決めました。辻口のトスからでした。まあ、今の中に、まあ、あの打ってくるっていう風に、まあ、僕でも予想するんですけど、はい、もう真っすぐストレートですからね。あ、アウントゥー決めました。アウントゥー選手は打数こそそんなにないんですけども安定して得点を取ってますね、はい、これで今日6点目です。おとりで、うん、3枚吸い込み、
今東レ側としてはトランジションの時に3枚ついてるっていうことを、はい、まあ、コール、ね、声掛けしてですね、まあ、星野君はそれに対してしっかり3枚ついていることを確認して、打ってます、うん、まあ、非常にああいう、ね、目に見えないところで、まあ、しっかりとコミュニケーション取れているのが、まあ、東レの、まあ、強みだと思います、はい、今コート内から3-3という声が聞こえてきています。当たり前のことかもしれないんですけど、はい、そこね、おろそかにしがちなんですよね、うん、まあ、プレー中ですから、ただそういったところをしっかりと、ね、約束ごとをきっちり守ってますね、はい、この第2セットはなかなか点差が開きそうで開きませんが、来たサードポイント来ました。大分三好ネットインでサービスエースです。今日初めてのサーブでのポイントになりました。大分三好、決めたのは勝正也です。エスペホも、まあ、日本語はまだまだ勉強中だそうですが、簡単な単語ぐらいですとインタビューで頑張りますとかそういう言葉は出ています。なるほど、まあ、まあ勉強してる、まあ、して、まあ、コミュニケーションはね、やっぱり、はい、通訳を返すよりもやはり直接、まあ、選手同士、まあ、それから監督とコミュニケーションを取った方がですね、まあ、伝わりやすいと思うので、はい、まあ、そういった姿勢は重要だと思いますね、うん、昨日の開幕戦でもムセルスキーが片言ではありましたけれども、ありがとうとかそういうふうに、まあ、言って、あとは日本に来るにあたって、まあ、日本の文化ですとかそういったものも勉強して、まあ、訪れていたそうです、まあ、そういった姿勢も含めて、まあ、ムセルスキー選手というのはもう世界トップクラス、もう超一流の、まあ、プレーヤーですね、はい、さて双子が並び立ちます辻口兄弟です。今辻口太一が入っています。エスペホもう一回、もう一回エスペホブロックアウト。こういった形になると伏見君が少し反応が遅れてブロックが少し形が揃わない、その手をしっかりと当てて外に出すという形ですね、はい、少し東レとしては嫌な流れですね。うん、触ったよくつなぐ、うん、変えてますでした。落合が前に上がってきました。東レ藤井のサーブです。こういうトスであれば夜間グマもリバウンドにするのか、まあ、バックアタックでありましたけれども、まあ、そうですね、の形ですと、あ、空いてましたか。そうですね、まあ、先ほどからちょっと伏見君当てて外飛ばされてるケース多いです、ね、うん、これは何が問題なんですか。先ほどちょっと遅れているというのもありましたか。少し遅れていたりとか、今のですと少しもう体が回ってしまってるんですね。でフィニッシュの時におそらくスパイカーを見てないですね、回り方は。インパクトの瞬間目をそらすと、まああいった形で飛ぶケースがありますね。入ってない、入ったように見えましたけれども星野のサーブチャレンジを使います。東レアローズチャレンジ、今シーズンも V リーグはチャレンジシステムが導入されています。今ボールのインアウトについて東レはチャレンジを要求したようです。ブロッカーのボールコンタクトについても使用することができます。ちなみに今シーズンは場内での何に対してチャレンジしたのかというアナウンスはないことになっています。
これまでの中継ご覧になっている皆さんならば分かると思いますが、チャレンジの音楽もちょっとだけ変わりました。いろいろと今シーズンは V リーグ変化がありますけれども、そういう、あ、こういう細かい変化もあるんだなというのも見つける楽しみもあるかもしれません。そうですね、そこもやはりあの昨シーズンと違いを、楽しむのもね、リーグ観戦の、楽しみの一つかなと思いますね。はい、でこのチャレンジについてちょっとこれ何やってるのわからないなっていう人がいるのであれば、ぜひぜひバレーの分かる人と一緒に見に行ってほしいですし、バレーの分かる人は初めてバレー見に行くんだって人を、一人でも連れて行けるチャンスがあればぜひやってもらえればなと思います。そうですね、もうどん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 あのそういった、ね、方々に見てもらいたいですね。はい、さてちょっと時間がかかっています。ということは入ったんですね。かかったんですね。ボーダーのラインにかかっているという判定なんですね。はい、あ、ギリ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 ということですね。はい、そういった判定ですね。うん、星野のサーブがちょっと走り始めています。リード通れ。ダメですか？ここはちょっと大分三好がタイムアウトを要求しましたが、時間的に大丈夫だったのか、それを確認した上で改めて認められて大分三好のタイムアウトとなりましたということですね。今本当にチャレンジっていうところでもう競った場面ですからね。はい、ここで流れがね行きかかってると、小川監督は判断したんでしょうね。こういう微妙な判定ですからね。はい、でそこでしっかりとタイムアウトを取ってきたということで、しっかりねリスタートを切ろうという意図が見えます。となるとこの次、東レに20点目なのか、大分三好が19点目で追いつくのか、それによってもうちょっと流れが分からなくなりそうです。そうですね、今ちょっと行きかけてるところですね。はい、大分三好は是が非でもこれ切り返したい、サイドアウトみたいですよね。それを嫌って小川監督がタイムアウトを取っています。アウト、アウト、20点目が通りに入りました。そうですね、もう流れは通りにということになってしまいますね。はい、ちょっと苦笑いです。夜間グマ、ちょっともったいない大分三好リード3点通れ。先ほどもなんですけども、林選手がクイック、縦のクイックですね、少し押し込んでしまう、もうサーブみたいにね押してしまってアウトですね。ちょっと気になります。はい、夜間グマも止められた。走る東レアローズ、やはり先ほどのチャレンジからの流れというですね。これがたまらず大分三好バイスアドラー小川監督タイムアウトを要求しました。この第2セットは大分がリードして、その後もかなり競った展開ではあったんですが、ここで4点差、リードは東レです。今ストレートはもうしっかり切られていましたけれども、落合君が今のポイントですね。落合君はブロックもね、非常にいいものを持ってますよね。そろそろ切りたい大分三好。もう一回ブロック。今のアウンクー選手ですね。これで
これは6連続になりました。伸びる。エスペホアウト。エスペホは今ワンタッチはあったんじゃないかと見てたようですが、そうですね、まあ、ちょっと主張を仕掛けたんですが、もう、あ、はい、もう切り替えたみたいですね、はい、セットポイント東レアローズ。ワンハンド、エスペホが決めました。今みたいな形で、まあ、高いところでセットしているときに伏見君がもう棒立ちになってもう反応できない対1枚でそれをしっかり決めたということで、はい、まあ、ちょっと、まあ、伏見君が、まあ、いった形についていけてないのかなと東レとしては、ちょっと気になりますね。ローテーションが回りましたので勝正也戻りました。上げました。これは返すだけでチャンスボール東レ、バウントゥー入ってます。勝正也がいました。フェイント拾う、返しました。よくつないだ東レ、夜間熊に送った。東レ粘りましたが取ったのは大分三好。大分三好も20点目。そうですね、まだまだ諦めてないっていうところですね。はい、サーバーミスになりました。エスペホ第2セット25対20。第2セットも東レアローズが取っています。セットカウントは2対0、東レアローズリードです。第1セットよりは差が縮まって、まあ、東レがリードを許すというところもありましたが、最終的には25対20で東レが取っています。まあ、あの先ほどのチャレンジから、まあ、あの少し集中力が切れたということで、スパイクエラー、スパイクミスが2本で、それからブロックされて、まあ、少し、ね、流れが東レに傾いてそのまま、終わってしまったという形で、まあ、非常に残念ですけど、はい、まあ、これが、まあ、トップ、まあ、あの V1 という、まあ、トップカテゴリーの、うん、まあ、戦い方ですのでね、まあ、こういった本当に僅差、競った場面というところでいかに集中力を切らさないで自分たちのパフォーマンスを見せるかですね、はい、星野のサービスエース。もう林のところがちょっとうまくいくときといかないときとがありますね。そうですね、ただ押し込んでアウトっていうのが2本ありましたんで、ちょっと次のセットは重要な場面で使いづらいのかなと思いますね。セッターとしては非常に苦しい、状況ですね今。これ夜間熊は第1セットちょっと、まあ、点も1点だけでしたけれども、だんだん温まってきたんですかね。そうですね、エスペホがまあ頑張って、まあ、得点を重ねていき、まあ、夜間熊がまああの後半、まあ、遅めの、まあ、スタートを切ったとい う形でしょうね、はい、セットカウントは2対0、東レアローズがリードしています。この夜間熊が30歳、勝正也は24歳、辻口兄弟は27歳、林和俊も23歳、セッターの藤岡が25歳、キャプテンを務めている高山慎吾も25歳、比較的、まあ、若いチームといいますか。そうですね、まあ、リーグの中でも一番若いんじゃないですかね。途中で辻口兄弟のもう一人辻口太一を入れてちょっと守備の強化も図っていったんですが、そうですね、守備固めはしたんですけどね、はい、なかなかトレも、サーブがね本当にいいチームですしね、まあ、なかなかうまくいかなかったと思いますね、はい。まあ、大分三好は10月にあの福井で国体がありましたが、その中で
まあ、浜本、それから勝正也、まあ、こういったところが結果を残してきていました。若い選手ですからね、まあ、あの一戦一戦、まあ、重ねるごとに、まあ、成長していくと思いますのでね、はい、まあ、これから、まあ、シーズン長いですからね、まあ、期待したいですよね。第3セット始まりました。エスペホのサーブでスタートしました。2つセットを取っている東レ、第3セットまず落ち合いです。落合君が非常にいい活躍してますよね、まあ、こういったところでやはり信頼を勝ち取っていくんでね、まあ、非常にいい試合重ねてますよね、はい、うん、伏見のサーブです。縦ブロック、もう1回アンダーで夜間馬は打てない。エスペホが返す。藤井どこだ、落合を使う。これは返す。アウントゥーが取って折り返し。今の形なんですけども、まあ、大分は林君がもう先にコミットの動き見せすぎてですね、はい、まあ、トールのファーストタッチが高いんですよ。でその返球がまあセットに返るまでに藤井君がよく見て、まあ、トスを、ね、選択してますよ、うん、伏見のサーブはネットを越えませんでした。昨シーズンまでとはちょっと違うメンバーで今日はやっている東レ小林監督。監督としても当然伊藤さんがおっしゃってたように期待を持って意見を作り出すわけですから、はい、長いシーズン考えて、まあ、例えば2枚替えで落合が出てくるってことも十分ありますね、はい、ネットイン。エスペホアウト、アウト、この判定ですね、まあ、今のもまあミスになってしまいましたし、まあ、まあ2枚ついてますね、きっちりと、まあ、トールとしてはもう十分警戒しているので、はい、なかなか決まりづらくなっていくと思いますよ、大分三好は。だからこそクイックが、そうですね、そこで印象を残さないと厳しい展開はずっと続いていきますね、はい、クイック見せておいて使ってビッグでエスペホだったらもうちょっと決まるんじゃないかと思いますけど、そうですね、両サイドに展開する形が多すぎるので、はい、ちょっとバランスが悪いかなと。アウントでも、きっちりと、ね、アウントゥー選手に、ね、叩かせてますよね、藤井君のセットが良かったですね、はい、高いところで打ってますね、まあ、ああやって高いところで打たせるっていうことがもう良いトス、まあ、良いセットっていう、もう本当に最高の条件です、はい、ちょっと合いませんでした。前目ですね。これもブロックアウトです。まあ、早くてでちょっと低くてもいいけど早い展開に持ってってブロッカーが整うよりも先に決めようっていう動きもありますけど、まあ、それは今、ね、それにこだわりすぎなくても正直そういった形はもうブロックのレベルが上がれば上がるほどそれは有効ではないんですよね、やはり、はいはい、もう抜けてくる通過するポイントが限定されるっていうのは本当に扱いやすいのでブロッカーとしては、うん、ブロッカーが俄然有利になるんですよ、はい、ブロック技術が上がれば上がるほど速くて短いとか速くて低いっていうのは危険なんですね、それよりも、まあ、速いっていう、まあ、定義が、まあ、人によって違うんでしょうけども、うん、しっかりと戦かせるということと全員が攻撃に参加するということで最後までわからない状況を作ることで枚数を減らすっていう考え方が今世界の、まあ、主流の攻撃なんじゃないかなと思いますね、はい、それこそこの前の世界バレーの優勝したポーランドとか準優勝だったブラジルとか見てみても大体4人来ますもんね。そうですね、もう必ずファーストタッチをした人間は必ずもうすぐにもう復帰してですね、はい、参加します、で全員を参加させるためにファーストタッチも高いですし、そうですね、はい、もうそういったところがもうスタンダードですからね、うん、そこをもう当たり前にしていかないとですね世界とは戦えないです、2段で夜間グバ3枚落ちた。
少しちょっとあの前のめりになってるんですね。今のあの、ね、ヤカングマ選手も前傾姿勢になりすぎているのでちょっと気になりますね。ちょっと前にもあの合わなくて、はい、今のも押し込むだけ、はい、縮こまって打ってるんですよ、ですから、まあ、必然的に、まあ、通過点は下がりますのでね、はい、まああいった形ですと良さをもう消してしまうので、あのトスはもうミスと言わざるを得ないですね。トーレがリードして第3セット最初のテクニカルタイムアウトです。8対2、トーレのブロックポイントが4つになっています。まあでもここ、まあ、第3セットでまあ4本と2本ですから少しブロックポイントはまあ両チームとも物足りないですね。まあ、1セットにまあチーム平均で3ぐらいが欲しい、両チームともやっぱり3は欲しいところじゃないですかね。はい、サーブアウントゥー、さすがですね。いや今の富松君も完全にあのリリースしてサイドに行ってますね。もうミドルが完全にあのないことをもう今もう把握してましたんで、結局こういった形になるんですね。ミドル の、はい、あの存在感がないと。セッターも大事ですけれども、それを使えるようにするあのサーブレシーブの良さ、まあ、1本目のところも大事なんですね。まあ、こういった形で今真ん中で富松君に止められ、はい、ストレートで藤井君に止められ、まあ、非常に大分三好としては苦しいですね。2枚替えです。浜本が入って、それからセッターが小松に変わります。アウトです。これに先ほど10点目が入っています。藤井のブロックポイントもありました。夜間グマ一旦下がりました。変わっていた大分三好のセッター小松は中央学院大学在学中のプレイヤーです。まあ、大分としてはまあマンツーマンでまあ今やってますが、はい、1枚でなかなか、まあ、先ほどのセッター1枚で拾ったり、まあね、あのブロックタッチとかでまあ見せてましたけど、このセットはもうほとんど触らせてもらってないですね。ちょっと苦しくなって3枚アウンツーが入っています。もう1回大分三好、ちょっと大分三好苦しい。そうですね、トーレの壁。ストレートで星野が仕留めました。今のは、まあ、抜くコースはあるんですけども、はい、トスが近すぎてですね、はい、間ブロッカーとブロッカーの間にちょっと打てないですね。ああちょっとレシーブミスになりました。もう一回トーレレフトへ、レフトオープン3枚抜きました。今のも間でしたね、少しバラバラになって、まあ、3枚は飛んではいるんですよ、はい、飛んではいるんですけども、間があそこまで空いていると、うん、まあそこ抜けてもですね、リーグがなかなかあそこにはもうポジション取れませんので、もう少しやはり詰めて、まあ、3枚きれいな形にしないといけないですね、うん。まあ、2枚のブロックの時と3枚の時とでまた他のブロックに行かない選手たちの動きが違うわけですね。そうですね、はい、あの位置取りが全然変わりますんでね、はい、ここでなんとか一つ止めました。大分三好ブロックポイント落合を止めました。そうですね、エスペホ選手がかなりもう食いついてますね、はい、
ただ対1枚ですともう今の星野くんは触らせてももらえない、もう安定してまあポイント重ねていく状況になってますね。はい、これで落合が前に上がって伏見、星野が前衛、藤井が後ろのローテーション伸びました。ちょっと大きくなりました。少し浮き上がってしまった感じですね、軌道としては。日本代表でもある藤井、代わりはいないというような存在になりたい、そういう話をしています。はい、もう非常に、まあ、今でもねやはりもう唯一無二の、まあ、センターだと僕は思いますんでね、うん、はい、まあ、これにもう満足することなくさらにいいプレーヤーになってほしいですね。はい、乱れました。星野のサーブが今日だいぶ当たってます。ここも抜けましたね。そうですね、少し、まあ、3枚ブロックだったんですけどちょっと中に寄りすぎて、はい、まあ、それをねエスペホ選手は見て、まあ、かわしましたね。少し、はい、あそこライン開けるような3枚だったんで、あれはラインストレートですね、ストレート側もうちょっと締めてもよかったんじゃないかと思います。さて盗塁米山投入です。エスペホのサーブはちょっとうまくいきませんでした。これでそのままですか。そうですね、星野に変わったんじゃないかと思いますが、そのままディフェンスでいきます ね、はいね、はい、星野に変わって米山が入っています。で伏見のサーブ、一つずつまず返していく必要があります。大分三好、浜本、ストレート抜きました。アウントゥ非常に安定してますね。まあ、少し大分三好もブロックが流れ、まあ、サイドブロッカーが流れてしまっているので、はい、まあ、決めやすいような条件は揃ってたんですが、それにしてもやっぱり安定してますね、アウントゥ選手。ここまで10得点となっています。アウントゥ非常にいいデビュー戦を飾ってるんじゃないですかね、アウントゥ選手は。小林監督は日本のバレーに合うかどうかはまだ未知数なところはあるけれども、アジアクラブ選手権でプレーを見た、能力は高いと思う、そういう話をしています。そうですね、まあ、本当に監督としてはですね、まあ、いい選手だと思ってフィットするかどうかっていうところがね、どこの、まあ、チームの監督もそうだと思うんですが、やってみないとわからないっていう部分も非常に大きいので、はい、まあ、そういった意味でアウントゥ選手、まあ、非常に良かった、まあ、成功なんじゃないかと思いますね。まあ、ミャンマーの選手ですけれども、タイのナコーンラーチャシーマーでプレーをしていました。ここはうまく上から叩き込んでいきました。これで小松のサーブです。セッターが後ろ、アウントゥーは入ってきました。タッチネットがあったようです。大分三好、はい、大きくなりました。まあ、今丁寧には行ったんですけどね、少し押してしまいましたね、はい。まあ、いろいろ韓国でしたっけ、東レは遠征とかやりましたけれども、そうですね、もういろいろ精力的に、まあ、経験重ねてますよね、はい。まあ、そういうところで経験をいろいろ、まあ、
アウェーの中でという環境作りとかもありましたけれども、それをやったとしても、ただ V リーグで試合をやった時に馴染むのかうまくいくのか、まあ、伊藤さんのおっしゃっていたそういうところが今日は、まあ、今のところはうまくいっているようですね。そうですね、まあ、非常にいいと思います、はいはい、ブロックは7本になりました、うん、アウト。今のようにまあ、レフトに寄りがちなファーストタッチが、まあ、レフトに寄ったときに、まあ、ライト、はい、まあ、逆に上げる、まあ、アゲンストフローという言い方するんですけども、うん、まあ、そういった形をもう少し両チームに見せていけるとブロックの、まあ、揺さぶりになるんですね、はい、どこに基準を持っていったらいいのかというところで、まあ、非常にプレッシャーかけるにはいいシチュエーションだったんですけど、ね、今ちょっと落合君は、ね、アウトにしてしまったんですけど、さてここで戸崎が入ります。今シーズンは内定選手からルーキーという風に変わっています戸崎。そうですね、本当に鮮烈なデビューを飾りましたんでね、はい、大きいブロックにも当たっていません。拾う、海松が拾いました、返す、エスペホ、ここでエスペホを使いました。ようやく前衛に上がってきたのでエスペホを使うようになりました。まあ、ここは本当にもうエスペホ選手が引っ張るしかないような状況ですからね。すでに先ほど夜間グマは下がっていました。サーブのタイミングで辻口太一を使いました。ここはうまくいきませんでした。20点目が通りに入っています。この点数差ですからね、もうサーブを思い切り打っていくしかもう流れをつかみ取る方法はないので、決して、ね、戦略的に間違っているとは思えませんね、はい、ブロックアウト。大分三好も先ほど浜本とか勝正也の国体での活躍というのをお伝えしましたが、主力のところに割り込もうと燃える若手選手たちが、まあ、練習の後も自主的に残って遅くまでサーブそれからレシーブの練習をしていたそうです、まあ、そうやってね、レギュラー争いに、ね、切り込んでいくっていうね、まあ、そういったところが まずスタートラインだと思いますので、はい、まあ、誰かが、ね、譲ってくれるものではないので、うん、まあ、そういった意味じゃやっぱり楽しみですね、はい、今は戸崎が決めています。トーレ、まあ、浜本は攻撃面は自分たちは十分通用すると思うし、あとは一つ一つのプレーをどれだけ大事にできるか、それを大事にしたい。で、そうですね、はい、勝間沙耶は強豪との戦いは楽しみ、まあ、この試合ではトーレとやってますけれども、リーグを通じてさらに成長していきたい、そういう話をしています。そうですね、今出てる主力で出てる選手たちは、まあ、初参戦と言っていい選手たちばかりですので、まあ、本当にフレッシュだと思います、はい、ここはよく守りました。トーレ拾う、長いラリーになりました。藤井レフトに送る、アウントゥー、たところのなかなかね、体勢もちょっと難しいような状況でもアウントゥー選手はきっちりポイント決めてくれるんでね、はい、井出のディグからでした。頼もしい選手だと思いますよ、トールとしては、この試合ほぼほぼ渡辺が使われてましたが、ここで出てきていた井出しっかり仕事をしました。小崎はサーブ打って交代をやらずにそのままリベロと変わりました。落
合ゴーの声がかかってその落合が決めています。まあ、ああいった状況になるともうね止まらないというかもうほとんど決めてますからね、この試合は非常にあのいいきっかけになったんじゃないですか ね落合にとって。粘ります大分三好。今のはね、まあ、あのディグしてほしいところなんですけれどもね、はい、ブロッカーがねきっちりとねあの池を殺してますんでね、バックアタックいいですね。もう非常に、まあ、今までなかった形ですので、もうあの米山君らしいというか、はい、非常に目の覚めるスパイクですね。センターはなかったかもしれないです。そうですね、印象にないですね。完全にあのビッグという形ですので、はい、もう目の覚めるようなね、もうあの切り裂くスパイクでしたね、はい。マッチポイント通れ。まあ、いいリードブロックしてますよ、富松君が。ブロックアウト。まあ、藤井君でしたけど、まあ形がねもう少し整えばってところだったんでしょうね。はい、今すごい悔しそうでしたけど。それにしてもあの飛松君の動きが非常にあの素早いですね。本当にお手本になるあの動き方してます。ちょっと動かされました。縦。あそこから使えますか。いやすごいコンビになりました。拾います大分三好。バックアタックこちらも使ってきた。今の使い方は非常に、まあ、サイドにね展開したところだったので、まあ、非常に、ね、お互い今ここに来ていいあの使い方してますよ。カウントここも動かして米山最後はベテランですね、はい、セットカウント3対0、東レが開幕ゲーム勝利しています。第3セットは25対19で東レが取りました。セットカウント3対0。この落合の活躍もあって東レが開幕戦大分三好にストレート勝ちを収めています。そうですね、落合君も非常に良かったと思うんですが、はい、やっぱりね僕がやっぱり今日印象残ったのはアウントゥー選手が、ここまで活躍するっていうことは、正直思ってなかったので、はい、非常にねいい意味での驚きを、今日感じましたね。大分三好もですね、夜間熊選手がね少しトスがね、ちょっとね良さをちょっとなかなか生かしきれてなかったっていうところなんですが、はい、エスペホ選手は、そこでも踏ん張れたんじゃないかなと思います。ストレッチをしています夜間グマ。会場には夜間グマの出身でもありますがルワンダの国旗とあとエスペホの出身地フィリピンの国旗が掲げられていました。敗れはしましたがこのエスペホという選手も今後楽しみな選手ですね。はい、楽しみな選手ですね。ここから、リーグ長いシーズン長いので、ね、はい、どんどんもっと良くなると思いますね、はい、ちょっと待ってくださいね。エスペホは今日25本打って12得点、ブロックでも3つ、そういう得点となっています。ではインタビューです。